不運の影にチャンスあり。ミルコ欠場で巡ってきたチャンスを生かせるか。ニュージーランドマークハントが今ゆっくりと花道を進みます。 K1 オセアニア地区予選を2年連続で制したマークハント、剛腕を振り回すファイトスタイルと、あのジェロム・レバンナの強打にも屈しなかったタフさが彼の最大の武器です。戦略は常に単純明快、目の前に立っている相手をノックアウトするだけ。グランプリファイナルへの夢を拳に込めて打ち続けるサモアの怪人マーク・ハントです。 K1 ワールドグランプリ2000準優勝レイセフォー、試練の道を行く難解の黒豹レイセフォー。赤コーナー178cm 123.0kg、競馬ワールドカップ2022メルボルン第3位マーク・ハント、サモアの怪人マーク・ハント。くしくもニュージーランド同士の対戦ということになりました。さあ決勝へ進むのは去年準優勝のレイセフォーか、それともマーク・ハントか。谷川さん、まあ、同郷対決といいますか、そうです、ね、普段は非常に仲がいい2人だというふうに聞いておりますが、リングに上がればそれは別の話で、マークハントね、本当にフォーストもちょっと苦しみましたけども、はい、一発持ってますからね。そうなんですね、このヒットも倒れませんよ、マットスケルというロイドバンダルより重いですからね。あのプロになってからは一度もダウンしたことないです。バンダも倒せませんでしたけども、話していました。マークハント、さあレースも1回戦のゴングです。軽くグローブを合わせました。しかしこれが対戦の合図、右のストレート、右ですね、右、そして左のミドル、ね、気合入ってますね。あー、危ない危ない、いきなり出した、迎え撃つレイセフォー。しかしニュートラルコーナー、マーカントがない。いやしかし笑顔です、笑顔を見せましたレイセフォー。笑顔を見せる時はやばいなっていう時なんですよね。あー、そうですかね。右のカウンタークロース、すごいボリー、膝で応戦していく。レイセフォー、左が効きます。今顔が歪んでいます。右のロックック迎え撃つレイセフォーですが、マーカントは僕は止められない。ちょっとロープローカー、いやー、ノリカさん、すごいですね、いきなり飛びかかってきました。おっと、痛い、あの手前に右ロック、効いているレイセフォーだけ。ともに剛腕、パワーには自信があります。サモアの怪人のこの復帰か、それともオーバーアップか。右の膝、膝を返す、レッド膝、アカウント、この番号123キロあるんですよね。これ強いですよ。顔顔面を捉えましたが、マークハント効いているが、ちょっとぐらついた。右の左アッパー、でもパンチ力ありますね。一発一発の重さではマークハントの方が上か、一発で逆転しちゃいますからね。いやー、セフォーにとってはこういう真っ向打ちが苦しいですよね。セフォーに入ってくる、レースポジションか、右のロー効く。セフォーともともとクルーザー級の選手ですからね、超ヘビー級じゃないですか相手は。相手はね、右ハイキック、これはやや浅い。いやでもよくあのパンチをお互い受けて立ってますよね。立ってますね。マークハント123キロ、その体重が全て乗ったパンチ、ミノサイト、いやー今もアボ打ち抜きましたよ。安重さん、はい、ものすごい対決になりましたね。佐藤選手の戦いってのはいつもこうですね、何かこうタイトロープなんですけどね、誰とでも噛み合うんですね、しかし一発逆転があります。お互いに一発のパンチがある。次の膝、はい、そう聞いてますよ。表情を見て湧いている。あでもちょっと時折苦しい表情を見せますレイセフォー。それだけパンチが効いています。すごいな。いや本当に、ね、ニュージーランド同士ですけども、やっぱりね、国内大会で意外とライブシーンありますからね、なんだかんだして、日本人の大物対決もそうなんですけど、はい、燃えるんですよね、お互いに。初対決となりましたマークハント・レイセフォー、第1ラウンドからすごい打ち合い、残り10秒を切っていてもまだ目が離せません。右のフック、1ラウンド終了です。激しい打ち合い、
ていったのはマークハント、左右のフックを振り回しながら行きましたが、 そうですね、その中で冷静法もさすがに形勢逆転の一発これだけどよく耐えましたね。本当に石川じゃないけどよくこれだけパンチ食ってる2人立ってるというこの一発、うん、あのブーメランですね、ブーメラン2発放っていきました。ここからじわっと戻していきましたよね。ここテンプルですね、まあ、しかしマークハント120キロを超えていて、レイセフォーも105キロあります。うわ2人ともすごいな。肉体同士が激しくぶつかり合っていますリング上。ものすごい打ち合いになりました。よく立っていた第1ラウンド、さあこれから第2ラウンド。なんかお互い真剣に一撃でなんか打ち合ってる感じ。そうですね、足を使わないですよね。左ノック、ジャブというよりかストレートですね。まさにストレートのようなジャブを放っていきました。一旦カグダレフリーは分けます。ちょっとこの表情、のりかさん、レイセフォーがいつものような余裕がないですよね。そうですね、ポーカーフェイスのあの笑顔も少なくなってきましたね。それだけ効いています。苦しい戦いになっています。世界最終予選、去年準優勝のレイセフォーが苦しい戦いを強いられています。みんなお互いも分かってるんですよね。引いた方がもう負けるというのはね、引けないんですね。引けないんですね、ここでやっぱ気持ちが慣れた方が負けなんですよね。気持ちで立っている、そういう部分もあるかもしれません。右のボディ、右のアッパー、レイセフォー。テクニック的にはレイセフォーが上手いですけど、一発一発の重さっていうのはマークハントですね。こういう打ち合いになったらやっぱり体力というのはね、大きく左右しますから、そうだ、もう作戦いいですね。しかしレイセフォーの目の前を赤いグローブが行ったり来たり、ものすごい打ち合いになっています。しかし本当にね、世界中からミスの強化どんどん出ますよ。右アッパー、レイセフォーの右アッパー、マークハントの足が止まるか、いや前に出ていく。これ普通の選手倒れますけどね、さっきのグッと倒れませんでした。あれだけ首が言うからね。プロになってまだ一度もダウンを喫したことがないというマークハント。でもセフォー良くなりましたよ。右のフットボール、セフォーの時間帯だ。顔面にこれだけパンチを浴びても倒れません。いやバンナのあの強打を浴びても倒れませんでした。そうですね、左のキューマーカント、だからもうね、レースをやっぱ一発すると重たいんで絶対切り抜いちゃダメなんですけどね。右のストレート顎を打ち抜いたが、でもね、やっぱよく打ち合ってますよね。左のキュー、下がりませんよ。パンチに何か向かっていきました、マークハント。マークハントすごいな、これ顔から向かってきました、あっと、しかしちょっと隙間がないか、動きが、勇者ですよね、マークハントってやっぱすごいな、勇敢なファイターです、マークハント、顔で受けてますね、ダイナック、ダイナックダブル、よく倒れませんね、すごい、さあ、来い、そんな表情です。ゼロブレバンの大喜びですね。下で、そうですね、すでに東京ドーム進出を決めている5人のファイター、この歌詞を取り詰めましたよ。ちょっとレフリーがよく見た方がいいですよね。今何か指揮のが落ちましたね。第2ラウンドも壮絶な打ち合いです。素晴らしい、一歩も引かない両者、顔面でレイセフォーのパンチを受けまくったマークハントです。顔を晴らしたレイセフォー、しかしすごかったです、ね、このシーン顔で受けようとしました。さあ来いというね、もう喧嘩ですよね、これね。もうなんかこう、もう本当になんかこう理屈超えた、これみんなね一発で倒すパンチを打ってるんですよ。何かそれで試合を楽しんでますね、2人が殴り合いながら今キスしました、すごいな、この2人は。
るじゃないかという何かキスを交わした。でもレセオの耳がすごい跳ねてますよ ね、ちょっと心配ですね。心配ですね。ご覧のように頬骨右手の下あたりもかなり大きく腫れています。あれだけのパンチもらってるんでちょっと骨折するんじゃないですか。打ち合い決勝はどちらが残るのか。左のジャブ右のロー蹴りに持ってきました。レイセフォもうそうですね。レイセフォはやっぱちゃんとガードした方がいいですね。体重が、ね、20キロぐらい違うわけですから。一茂さん、そうですよ、この20キロの体重、はい、そしてこの打ち合いというのは考えられますか。そうですね、まあ、ボクシングだったら3キロ違えばね、はい、もう全然違うって言われてますけども、20キロですからね。今のアッパーもすごかったな。そうですね、右のローキックレイセフォ、これはもしかするとパンチで決着、相手を倒すということはちょっと難しいかもしれません。マークハントってのはすごいですね。何者かって感じですよね。まさにサモアの怪人、人間離れした打たれ強さです。本当世界にはいろいろいますよね。出てきますね、右のストレート。あー、右のストレートクロスですよ。本当にクロスカウンターで入っているんですが、しかし倒れないマークハント。ブーメランが何度となく炸裂しています。そして確実に顔面を捉えています。顔が腫れているのセフォですね。晴らしてきたのはセフォの方ですね。一発の重みがあります。右のストレートクロスに打ち下ろした。なぜ倒れないんだろうですね。いや、ノリカさん、これ倒れないね、この選手は。全部吸収してるんですか。体に何かこう全部蓄えてるような。こんな選手初めて見ましたよ。印象もあります。またね、顔があんまり腫れないですよね。それが不思議ですよね。鼻血もあんまり出てないし。レイセフォーのパンチを、レイセフォーのパンチって言ったらね、ジェロムがね、こうちょうどあの福岡で一発で沈みましたからね。そうですね。長澤さん、はい、どうぞ。先ほどの敗退をしてしまったマーク・ベルナルド選手なんですけども、はい、ダメージはほとんど残っていない様子なんですが、さすがにショックを隠せない様子で、ストレンスとのアタックを見せていました。敗戦に関しては仕方がないの一言で、夢が見たと思ったベルナルド選手、セコンド陣とともに沈黙、重く押し控えずでした。はい、お母さんからのリポートを伝えましたが、アダム・ワットがマイク・ベルナルドをすでに下しています。決勝に先に待っているのはマイク・ベルナルドではなくアダム・ワットです。苦しい悔しい表情が伝わってきました。さあ、そのアダム・ワットと戦うのはこれでも変わらないですもんね。レイセフォーなのか、それともマーク・ハントなのか。もうでもね、本当にもうね、でもなんかこれね、最後の一発まで分かんないですよ。そうですね、一発逆転がありますからね。マーク・ハントのあのパンチ力を見たら、やっぱレイセフォー最後のマーク・ハントのこれ行かないとダメですよね。おー、バックハンドを回していく。そしてハンキック、ナイスクロス。決して諦めませんよね、お互いね。最後まで諦めず、そして最後まで立っている、恐るべしマークハント。本当にあのブレイブハートですよね。ミュージック、あー、立ってた。あー、すごい。3ラウンドの1試合、殴り合いが今終わりました。場内は大歓声、マークハントへの大歓声です。なんかリングサイドで猪木さんが見てるんですけど、藤田選手みたいなね、体型して力強さがあって、確かに、ね、非常に勇敢なファイトを。こんなタフな選手見たことないですね。苦しみましたレイセフォー。これちょっと浴びたパンチの数とか数えてみたいぐらいですね。ねえ、本当に。しかも顔で受けてましたからね、はい、2人とも。レイセフォーもすごいですよ、あの精神力って根性がですね。20キロ軽い中でこうやって受けに行ってましたから、これ最後のバカンドも怖いですね。そうですね、これね、ちょっとタイミング的に、タイミングで危ないですよね。3ラウンド9分間フルに殴り合いました両者。判定に入りますが、まあ、顔を捉えてる数でいきますと冷静だと思うんですが、でも鮮烈すぎるあのマークハントの日本ね、復帰ですよね。やっぱり一回りにね、すごくなってマークハントがやっぱり大きくなってきましたね。いや、強い選手たくさんいますね。判定の時を待ちます。果たしてアダム・バットとの決勝戦はニュージーランドのレイセフォーか、同じ国のマーク・ハントか。ジャッジ・ファーデースを30-29、青レイセフォー。まずはレイセフォーです。ジャッジ・ファーデースを30-29、青レイセフォー。